はいどうも、それでは風雲幕末伝をプレイしていきます。まあ今のところですね、フリー任務以外何もないのでフリー任務ですね。これで、薩摩の、過激な砂漠派を倒せ。よし、これでじゃあ腕が鳴ります。まあこの2人ぐらい連れてって、まあそうですね、ひたすら雑魚を倒して多分ボス格のやつを倒すだけの任務かなと思いますね。ああ行くぞ、いきなり階段だ。どっち敵、どっから落とした、ここか。敵が部屋から出てきたんで、それを倒すと。おお、美味しいとこ持ってかれたな。自分が倒す前に味方が倒したな、最後とどめを。さっきでこいつ紀州藩、薩摩藩以外もいるのか。おお、こいつは会津藩。なるほど、砂漠派の人たちだから他の藩とも一緒にいるのか。でここは何もない、何もないかな、ないっすね。で、また敵が出てきたんでこいつを切って、あとにかく数倒すしかないのかな多分。じゃあまあ敵をどんどん切っていきたい。お、いない、あいた、あいたわ、奥に、奥にいたから攻撃当たんなかったのか、さっきのやつら。今2人いましたね。ああ、おお、なんだ、出会い頭にいきなりダウンさせられた、攻撃食らって。そう、不用意に近づいたら、まあいいや、雑魚をとにかく片付けるしかない。さあ敵のボス格はどこだ、こっちか、こっちか。あ、いた、いた、またあれか、奥にでもいたのか。こっちから攻撃したつもりが当たってなかった。おお、また雑魚が、後ろにばあさんが。おお、奥からも出てきた。とりあえずとにかくこいつらを倒したら、どっかにオス角が、どこだここ、どっかの部屋に現れましたね。ああ、どこだ、どこだ、下にはいない、上か、上、あそこの部屋、あれ最初の方に行ったとこじゃないか。おお、危ねえ、あー横から、やめろー、横からキックはやめろー。そう、横からキックされたぞ。あー、そして受けられた。あー、助けてー、誰か、三角ボタン連打して助けてくれーって感じの声を、誰かーって。よし、これで、あ、雑魚まだ片付いてない、後ろにいた。こいつを片付けたら、よし、ようやくいけるぞ。これで、ああ、ここかな、また雑魚が復活して味方先行け、味方も体力が結構減ってるな。まあいいや、そろそろ槍は捨てて刀だ。ボス格相手に槍はつらい。あ、ここです、囲め、今だ。あー、三角押すのが遅い、クソ、ダメだ。あー、やばいやばいやばい、味方が戦ってくんない、味方攻撃しろよ。そうだそうだ、今みたいにやれ、そうそう、これが、よし、味方が攻撃してくれないと、こんだけ数いるのに実質1対1はやめてって感じですけどね。よし、倒せたけど体力が、とりあえず一旦これは休憩ですかね、休養して体力回復しないと。おまんに頼みたいことがあるぜよ。ベッドか、薩摩の西郷さんの護衛じゃ。西郷の護衛、実は薩摩と土佐が盟約を結ぶことになっての、幕府に政権を返上させるっちゅう話は前にした通りじゃけんど、
断られた時のことも考えちょかんといかんき。おお、ちゃんと考えてるんですね、龍馬さん。というわけで、よろしゅうお願いするぜよ。おお、西郷の護衛ね。中村半次郎じゃいかんのか。じゃあ多分それが発生しているはず。一応確認だけ。これか。発生してるけど、でも体力がな、34。とりあえず休みましょう。体力34ではな、ちょっと無理でしょう。龍馬のことを手伝うことにしたんやって。またお龍さんか。最近お龍さんと会うのが多いな。ああ、ところで最近いいじゃないか、ええじゃないか踊りいうんが流行ってるらしいね。縁からお札が降ってきた言うて、みんなで騒いで踊るんやって。ええじゃないかって。妙なもんが流行るね。本当に妙なもんだけどな。武士じゃないもんも何かが起こる思うてじっとしてられんのかもしれんね。なるほど、一般人もええじゃないかと踊っていると。で、これで5日目になって体力は回復したので、あ、西郷さんの声だ。何西郷隆盛を護衛せよ。数の勢力から刺客が送り込まれる。西郷が警護の申し出を拒否した。全力を尽くし、いいでしょう。大久保さんも一緒にいるのか。西郷はあれか、頑固者というか偏屈者というか。お前に護衛されることになるとは思わんかった。俺もです。坂本さんが言った通り、夢みたいな世の中ですね。じゃあどん、おいには護衛は不要でごわんの。西郷さん、まだまだ今日は物騒だ。おお、やっぱ護衛不要だって言ってる。薩摩の西郷か。西郷さん、大久保さん、気をつけてください。関わる暇はありもはん。おいおい、マジか。刀も抜かずにそのまま歩いてったぞ。マジか。え、これをフォローするってことか、主人公が。ああ、そして邪魔な位置にばあさんが。ああ、これ巻き込む。ああ、やっぱり、まあ槍だからしょうがない。範囲的に巻き込む。すまんばあさん。で、西郷が悠々と歩いてるぞ、こいつ。こっちの苦労も知らずにという感じで。しかも立ち止まってる。なんだ、死角を警戒してんのか。あ、後ろからも。おお、これは西郷さんと一緒に歩いてった方がいいのかな。画面外に出ると、多分、また画面外から敵が復活して、西郷さんに切りかかるとかがあるのかな。おお、大久保利通が怒ってる。勝手がすぎるぞって。なんか向こうで戦ってる？違うか。何だったんだ今のは。じゃあ戦ってたんじゃないのか。なんか向こうにちらっと見えましたけど。ああ、そしてまた後ろから。ああ、一発食らっちゃった。お、また来た。続々と来るじゃないか。おお、敵が、4体来て、今2人倒して残り2。こいつらもじゃあ倒して。え、西郷さんは今どこにいるんだ。あ、まだ来てんのね、敵が。後ろから1人来るやつがいると。一定間隔ごとに後ろから1人切って、前からも1人。全然西郷さんが進めない。早く行ってくれ、西郷さん。あ、また後ろから来た。よし、西郷さんが戦闘態勢に入ると時間のロスだ。歩いてってくれ。工場だって。本当に工場だな、西郷さん。で、どうせまた後ろから、あれ、西郷さんスルーしてきた。来たぞって、また来た。とにかくもう邪魔なやつ。ああ、やめろ、横から。ああ、今度はこっちとつばぜり合いになったらまた攻撃された。
なんだこりゃ。ああ、そして西郷さんが食らっている。刀も抜かない。ああめっちゃ敵が来た。6人。ああくそ、西郷さんが非協力的なせいでやりにくい。だいぶ減ったなこれで。あ、いかん、最後の一発食らっちゃった。よし、なんとかなったな。で、どっちの道、広い道を行くのか。あー、また敵が来てる。もう大久保さんが超頑張ってるじゃん。西郷が頑張らないせいで。あ、なんか出てきた、ボスか。薩摩の西郷大久保か。こいつは大物だ。ああ、摂津藩ってなってましたかね、今よく見てなかったけど。おお、西郷さんが先頭に入って。ああ、これ壊したいんだけど当たらない。あ、取れた、なんかあった。ああ、そして後ろから やばい、西郷さんが結構もうやられてる。やばい、あーやばいやばい、西郷さんがやばいぞ、冗談抜きで。っていうか槍のままだから余計刀に変えるぞ。これで今だ、みんなで囲んで。ここです、ここです、今だ。よし、3人で連携、これで仕留めたろ。よし、倒した倒した。で、任務完了ですかね。もう最後の方ちょっと危なかったな。西郷さんがやられそうだった。ご無事か、西郷さん、大久保さん。問題なか。この若者が決まりました。いや、本当だよ。あとは、坂本さんたちの仕事ですよ。もう、も主人公今いくつなんだろうな。桜田門外から8年って言ってたもんな。8年。今何歳になってんだろう、主人公。若者って言われてましたけど、大久保さんからは。で、ああ、刀しまってる時の攻撃技か。あ？開けとんぼ、腕力成長活性。で、大久保利通が使えるようになった。さて、体力がやばい。じゃあ、とりあえず休養ですかね。回復して、さあ誰だ、またお涼さんか、またお涼さんか。あら、アンさん、龍馬は一緒やないの。もう最近休むとお涼さんのとこ行くんだな。前に龍馬が人の持ってる刀を見てこないなことを言うたって話しとる。自分の短い刀を見せてこっちの方が使いやすい言うたんよ。そしたらその人が真似して短い刀を持ってきたんやけどね。龍馬はこれからはこれじゃ言うて今度は拳銃を見せたんやって。なるほど。その人が拳銃持ってきたらまた別のもんを見せるのが違うかな。なるほどね、確かにそんな気もする。龍馬は頭の切り替えの早い男やね。最初は短い刀が好きなだけかもしらんけど、狭いとこでも戦えるから護身用にはいいってことなんでしょうけど。そしたら今度は拳銃か。で、体力回復したんでまたフリー任務に戻るんですかね。なんか起きた。ついに幕府が政権を朝廷に返したぜよ。大政奉還か。本当ですか。二条城で慶喜公自らがおっしゃったそうじゃ。朝廷に政権を返して、このまま武力による倒幕なしで新政府が立ち上がってくれればの。そしたら外国に行きますね。二人で外国行く話してる。この目で見れるんじゃ。一緒に行きましょう。しかしいろいろ厄介事を残して出かけると残った連中に恨まれそうじゃの。世界を知ることもこの国のためですよ。おお、その通りじゃ。こいつら仲いいな本当に。でこれで特にイベントだけで任務は発生してないのかな。これは発生してないですね。で任務もまあ手合わせていいかな。おう、槍の人ですね、いつもの宝蔵院流の。やりたい槍で戦っていいかなこれ。あお
こいつもあれだな、相手の攻撃を潰して、うかつにこっちから仕掛けるとやっぱりダメな気がする。あ、ガードされた。でも槍の方が相手しやすいか。なんか自分の剣術の編集のとこで、あー槍がぶっ壊された。ダメだ。あー、そして刀を出してる間に攻撃された。引きません。あー、来い。槍の耐久力が食らえ。よし、倒した。剣術編集のとこで見ると、槍って受け技とかああいうのとか何もなかったですよね。攻撃技しか確か装備できなかったんで、攻撃こっちがするときも受けられて反撃っていうリスクが少ないんで、剣相手にするより槍相手の方が楽なんじゃないかというのは思いましたけどね。あ、でまたイベント。あら、坂本さんを探してるんですけど、今寺田屋じゃないんですよね。今はまだまだ物騒やから、今は大宮にいるんよ。おう、お、なんか聞かれてたぞ。今絶対これ聞かれてただろ。こいつは京都見回り組かな、服装からして。お、今絶対聞かれなかった。大丈夫、今大宮って話を聞かれた気がする。佐々木忠三郎。私は見回り組、佐々木忠三郎。忠三郎か。見回り組？さじゃなくってザね。警戒は無用、出会い頭に切りかかるなどはしない。新選組と一緒にされては困る。新選組と一緒にされては困るって。ではあと、なんか変なプライド持ってるな。なんか聞かれてた気がすんな。なんでやろう、嫌な感じがするな。これは坂本さんが襲撃を受けるな。いや絶対聞かれてただろう、あの感じは。地獄耳で聞かれてたな。でまた手合わせしたら体力がな、微妙なところ。休むか。その前にまあ槍の技をどきましょうかね。そういえば槍、かち上げ、ああこれがさっきの違うか、ちょっと違うな。どれがいいんだろう。まあこれにしとくか。やっぱり受けとか仕掛けも崩しもなんもないんで、敵が槍の時は受けられる心配はないですね。じゃあこれでいいかな。で、お休みですかね。体力的に休養、まあ、体力半分切ってたら休んだ方がいいんですかね。海援隊の陸奥陽之助藩って知っとる？お寮さんか。陸奥藩は友達思いの人なんよ。ああ。友達が情報を漏らしたって疑われて殺されかけたことがあるね。殺されかけて、その時に龍馬を呼んで殺そうとしてた連中を説得させたんよ。なるほど。陸奥藩もやけど、説得に行く龍馬も友達思いやね。いや本当にそうだよ。それ陸奥さんがすごいというより、説得しに来て説得しちゃった龍馬がすごいな。あ、またイベントだ。海援隊の陸奥陽之助です。お、さっき話してた陸奥さんがちょうど来た。どうした？なんだ？なんか坂本さんと中岡さんが、あ、もうやられた？大宮で何者かに襲われて命を。おお、やられた。もうマジか。前回のやっぱ聞かれてて、京都見回り組にやられたな、これは。嘘だろ、マジか。一体誰が。紀州藩士三浦九太郎が新選組に示唆したものと考えています。そうなの、新選組なの。紀州藩の船と海援隊の船いろは丸が衝突した事件の遺恨ではないでしょうかと陸奥さんは予想してるけど、そうなのか。本当に新選組が仇討ちをしましょう。ああ、
妖魔サクッと死んじゃったな。坂本さんは死んではいけない人だった。助けに行くとかじゃなくってサクッと、イベントで死んじゃいましたと報告だけ。俺は坂本さんと世界を見たかったのに。坂本さん死んじゃったか。中岡さんはなんかついでみたいな扱いですけど、全然触れられないですけどね。中岡さんは坂本のおまけか。これラストバトルとかか。あ、どうなる。あ、でもラストじゃないんだ。まだ匿名じゃないですもんね、任務が。こいつを、倒す。腕が鳴ります。うつさんが固定でついてくると。2人か。おう、三浦九太郎は今天満屋、あの天満屋にいます。天満屋、ただ新選組が警護をしているはずです。相手が誰でも関係ないさ。坂本さんの仇なら。ってことはこれメインの戦闘は新選組との戦いか。お酒にごめん。あ、一人いった。はい、中井翔五郎だったか今名前。でもその人仲間にはいないもんな。どうなってんだ。行ったら早速やられてるとか。はい、や、とりあえずとにかく新選組を片付けて、上2階どこだ。こっちじゃないよな、多分違うな。なると、反対側の広そうな部屋、奥の方かな。どっちだろう。こっちか。あれ、あ、壊せた壊せた。ここか。違った。そして、ザコが湧いてきている。まあでも槍でパクッと片付けて。もうやっぱザコ戦は槍頼もしいな。どっちだ、一番奥のとこかなという気が。ここか、ここなのか。あれ違う、あれ違うぞ。じゃあどこだ。2階って言ってたよな。あれどこ。あれ、じゃあやっぱりこっち。これ壊せるのか、もしかして。お、壊せるのか。ここ違うもんな。ここでもなくて、ここじゃあ違うな。じゃあどこ。違うよな。どこ。一定数倒すと出現するのか。いないっすよね。あれ、ああ2階って言ってたけどな。2階いないぞ。じゃあどこなんだ、敵は。ああ敵がわからん。どこだ。2階って言ってたじゃん。いないぞ2階。まあいいや、1階も一応漁ってみますか。なんもないな。何もなし。あれ？どこ？敵も出てこないですよね。ん？あれ？また結局ここか？じゃあ、あ、一定数倒して多分ここに行くのかな？じゃあ。あー、いきなり切られた。お前の方から来ると。京都見回り組までいる。あ、違った、京都見回り組じゃない、斎藤はじめか。なんか服装がちょっとあの京都見回り組のに似てたから勘違いしてしまった。斎藤さんか。足りかー。とりあえず槍は捨てますかね。敵が3体、奥の三浦なんちゃらは戦わんのか。あー、ムツさんがやばい、やられそう。あ、危ねえ。やばいな、ムツさんがやられると、こっちがまずくなるぞ。
あ、やばい。味方の方に。ああ。殺された。ムツさんの方気にしてたら受けられた。ああ、これはどうなんだろうな。剣術2つにした方がいいのかな。ちょっと槍を持ち込むのをやめましょうかね。うん。槍は、よろしくない気がするな、これは。そうすると、まあ、これかな。これにして、で、とりあえず、これで全部に仕掛けができるんで、仕掛けメインで攻撃すれば勝てるかな、さっきのやつ。まあいいや、こんな感じでじゃあ、ちょっと行ってみましょうかね。さて、もう一回、三浦九太郎を倒しに行くぞ。三浦九太郎、九太郎。九太郎って言うと違う方が、お化けの九太郎じゃないですか。違う九太郎が思い浮かぶな。まあいいや、それは。とりあえず、雑魚を始末して、何体ぐらい倒せばいいのか。あ、やばい。いきなりダメージを無駄に食らってしまった。まあいいや、とりあえずサクッと敵をどんどん片付けて、何人なんだろうな、10人ぐらいか。さっき一定数倒したらもう敵が湧いてこなくなってましたよね。だからまあ、適当に相手が湧かなくなるまで攻撃する、攻撃して倒していけばいいのかな。よし、じゃあガンガン倒して、でまあ倒し、ある程度倒したらさっきの、あ、しまった、あー、しまった、相手の攻撃を見誤った。相手の技をちゃんと把握しとかないと、攻撃終わったと思ってガード解いた瞬間に攻撃されますね。いかんな、相手が使う技、自分も使える技ならなんとなく覚えてて、ガードもちゃんと相手の連撃数見定めてできるんですけど、よく分かってない技だと攻撃終わったかなと思ってこうガード解いちゃって最後の一発もらってますね。結構もうこんだけ体力削られてんな。あ、9人でいけた。これで、出てくると。よし、もう斎藤さんと、秋月小次郎だっけ。さあ、まずは斎藤さんを片付けて、あ、くそ、あ、今だ、いけ、まだ、やったれ、よし、とどめだ、とどめさせてね、微妙に、今だ、引き倒してとどめ、よし、斎藤さん倒した。これで、あ、ムツさんが、あ、危ね、くそ、この出だしの遅い技のせいでしまった。2に切り替えときますか、剣術。まだ囲め、囲め、囲め、攻撃してくれ、後ろから。ムツさん、まだか、ここです、つってんじゃん、やってくれよ。やってくんない。しょうがない。自力で頑張るか。今だ、後ろから。よし。これで、敵が一人だから勝てるはず。ここです。ああ。来い。ああ、来い。来ないな。陣形の技出ないですね。もういいや。普通に攻撃しよう。ああ、と思ったら、つばぜり合いになって。やばい、押し込まれた。あ、なぜか敵がアホだから刀をしまった。よし。でも逃げてったってことはこれ、殺せてないっすね。敵は撤退か。坂本さんの敵、坂本龍馬の剣なら私ではない。誤解だ。誤解だって、人違いでしたと。とぼけるな、
新選組に命じて暗殺させたのは貴様だろう。知らん、本当だ。本当に知らない人。おばっちりだな。三浦殿の言う通りだ。とんだとばっちりだよ、三浦さん。あかり知らぬことだ。かわいそうに。無実の罪で命狙われるって。主人公、相手の目を見て信じたんですかね。嘘じゃないって。どういうつもりだ。坂本さんの仇でないなら用はない。何を言ってるんです。こいつらの言っていることが嘘とは思えない。新選組はやっぱり関係なかったと。中井もやられて。やり合えば。まあ中井はこっちから仕掛けたからしょうがないかな。先にやったのはこっちだからな。坂本さんは望まない。今回はそうだろう。坂本さんが血を流したくないっていうのを伝えて説得して、貴様にも通す筋があるということか。もうこれで今回の戦いは終わりか。三浦さんはなんかごめんねっていう感じですね。こんなとばっちりだったな本当に。人違いで命狙われて。まあいいや、なんとか勝てましたね。覚える技は脳頭用ばっかだな。抜刀術ばっか覚わる。で、狼。ああ、どうなる。特にないですね。ってことはフリー任務だけですかね。よし、じゃあ今回はここで終わって、また次回、フリー任務から始めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録等もよろしくお願いします。